はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードレッド編の第5回ですね、やっていきたいと思います。キグナスからコールを受けたんで、キグナスへ行きましょう。キグナスへ戻ると後戻りはできませんということで、準備は万端で、キャプテンに話せばいいのかな。ちょっとユリアにも話しておきたい気がするけど、まあいい、今は女にうつつを抜かしている場合ではない。何かあったのか、ホーク。え、ユニフォームを手に入れた。一体どうやってっていうかさ、倒したやつからパクればいいじゃん。やつらの巨大シップブラッククレイに乗り込んで、そのままブラッククロスの本拠地へ突入する。ありがとうよ、ホーク。そんな単純なので大丈夫なの？分かってるよ、ホーク。お互い言えないことが多すぎる。てか、どうやって侵入すんの、そもそも。え、ちょっと待って、このイベントではブラッククロス基地との距離が高度0メートルに前に一度通過したマップに再び移動するとゲームオーバーとなります。意味が分からん。エレベーターで移動した場合は通過したとみなされません。ちょ、待って、何、なんか いっぱい行けるんだけど、こっちも行ける。は？え、何これ、全然わかんねえんだけど。普通に宝箱ある。いや、キー、あ、そっか、仲間だからか。どうすればいいんだ。3階へ1階へやめとく。もう攻略サイト見た。あれはメタルブラック、今日で倒したはずだ。今のは侵入者だ、トライを。バレた。ブラッククロス基地に着くまでは捕まるわけにはいかない。あ、これでブラッククロス基地まであと 9000m。 逃げ切ればいいのか。鉄ゲタ取って戦闘員ごときじゃ無理だって。気づかないのか、貴様らは。ザコが8000、7000、6000、5000。2階へ。4000。月下美人、これはゲンさんに装備させよう。げ、黒竜がいる。新しく手に入れた月下美人の力見せてやる。流星刀じゃない、月下美人。普通の攻撃でいけるかな。700、900、400。石化してない。1000。いいね、やっぱり強い、月下美人は。ちょっともう一ターン普通にいくか。あんまり技ポイントを使いたくないからね。デスクリップ、ディフレクト、ファングクラッシュ、 OK。 まあ黒竜も普通の攻撃で倒せるようにはなったか。ならなおさら、貴様など雑魚だ。3000、2000、武人の鎧、1000m。間もなくブラッククロス基地に到着。間もなくブラック基地クロスに到着。いつ？スプリガンスーツ。逃がさん。あれ、なんかちょっとさ、ベタルブラック回改造されたか。ダーク竜拳。ちょっとマジでさ、ムツキさんすよ、覚えたいんですけど。全力でいかないとね、でもこいつは。4連携。14000。うお、ちょうど並びと同じ感じで下ってる。4連携。
1万4000からの宇月淡水2900。ご利用そう。ここはこのままいいね。4連携これ多分登録されてるよ。じゃあ登録とか全然見てないしやってないからね。倒した。永遠に眠れ。メタルブラック友人プログラムつけた方がいいかな。お前たちをブロッククロス基地へ入れるわけにはいかん。ブラックレイ自爆スイッチを。ゲンさんメカ俺来いぞ。いや私もブラックレイに密航していたんだよ。ではブラッククロスを叩き潰しに行こう。レッドが来てない。彼なら大丈夫。怪我をしていたので私が安全なところに連れて行った。そうかなら安心だ。てかこれもうさ、レッド成長しないってこと。ここまで来ちゃったらタイガーランページ、そしてメイルストロン。まああるけど破壊光線で行こう。てか技ポイントとか減ったまんまだなこれ。まあ結界石はあるっしょ1個くらい。結界石あるじゃん。カイザーウィング月影か。開いた。てか金とかさいるの。もういらなくない。最高傷薬が金ってわけじゃないんだ。術師そりゃそうだよね。金なんていらんよね。粒子加速法あれいけね。なんだこれ。あここにボタンっぽいのか。ここにいけるかな。いけた。アールブラスター。こっからさアルフェニックス覚えたいんだよね。最高傷薬、最高傷薬、神速三段突きか。まあまあだな。リーサルドラグーン、ここにも凝ってんだ。リフレクトランス、よくわかんねえ。三角蹴りみたいなやつだな。風船即位付け覚えた。アルカイシ、デュラハン強いんだよね普通に。まあ強い代わりに技を覚えられる可能性高いけど。死んだが正義の三角蹴りって書いてあるわ。ディフレクトランス力体ハイペリオンだ。アルフェックス来た。クラーケン酔っ払ってなければ貴様など。ネイルシトロマッチよ。それは認める。しかし2ターンで肩がつかった。いや強いぞ。さすがにクラーケンは強い。しかしちょうど2ターン。いやーアルフェニックス覚えたね。ようやく。うお回復施設あんじゃん。え何これ。母さんアイコっていうの無事だったのか。来ないで。あそっか。安心して。私はアルカイザー。怪しいものじゃない。ブラッククロスの狩猟を倒してくるからここで待ってて。よかった本当によかった。これをこの鍵はドクタークラインが持っているようにと。えなんでなんでこんなやつに渡すの。怪しいわ。まあそりゃそうだよね。てかなんでこの二人だけ生かされてたんだ。やっぱりその友達の家族だから。ドクタークラインからするとね恩情が働いたのかな。なんかでもここ改造手術っぽいよね。最終的にこいつら改造してアルカイザーと戦わせるみたいな。家族に手出しができるかなっていう作戦だったのかな。まあ真相はちょっとまだわからない。アルカイザー永遠になんだこの
あれはどういってくれたんだけど。来たな、アルカイザー。ブラッククロスに対するこれまでの数多くの不遜な行為、許すわけにはいかん。狩猟である私が自ら鉄槌を下してくれる。ブラッククロス、あれ、アルカイザーの偽物みたいなのいなかったっけ。まあいいや、倒そう。アルフェニックスを使うか、せっかくだから。濁流剣だね。結局ムツキ山水へとつなげた神速三段突きも濁流剣も両方7だからね。めちゃくちゃつながった。19000。あ、業者使ってくるのか。ちょっと厄介なの。チェーンソー効かん。ヒーローにそんなものは効かん。ムツキ山水、兄がムツキ山水覚えたのマジ奇跡だな。なんか普通に覚えたかね。死んだ。どうする。いや、このまま押し切ろう。破壊クッションリア、倒した。いやだって普通のさ敵の音楽じゃん。よく考えればボスの音楽でもなんでもない。パープルアイ、やってよ父さん、ついにブラッククロスを倒した。お見事、さすがワルカイザー。我が改造物たちをことごとく泣き倒しただけのことはある。ドクタークライン、狩猟は倒した。ブラッククロスはもうおしまいだ。はっはっは、狩猟、さっきのあれか。確かにこの間まであれは狩猟だった。だが今は私がブラッククロスを指揮している。全狩猟にも改造を施してみたが、元が悪くては改造も効果がないと証明しただけだったな。ドクタークライン、お前の悪事もここまでだ。おとなしく裁きを受けろ。それは彼らと戦ってからにしてもらおう。いでよ四天王、また戦うのか。一体ずつか。回復はしてくれないんだね。さあ回復してやろうっていう正々堂々とした意気込みはないのか。っていうかそれはないよね。ドクタークラインだ。まあいい、サクッと終わらせよう。アールフェニックス、力を見よう。っていうかさ、マジでさ、普通の戦闘音楽に格下げされてんだけど。そこまで落ちたか、四天王よ。ちょっと技使うのもったいないかなと。回復できる暇があればいいんだけど。最後の戦いだ、準備するみたいな。結界石使いたい。これでインターバル挟まないでラスボスっていうんだったらちょっときついよね。インターバル挟まないでこれか。どうしよう。89だもんな。こいつはシューザー結構厄介なんだよね。そういえばシューザーは強かった気がする。こいつは全力でいこう。てか段数があれか。そうするとメカのあれだ、5連携つながったからかな。トロフィー22000。全体攻撃が強いやつはやっぱり厄介。いや、まだ生きてるか。ちょっとめちゃくちゃクロビットなんかあれになってね。ちょっとここからはケチってこう。パンチ、濁流剣はちょっと使っておきたい。でリーサルは、まあ、長弾でもそんなに減らないからね。4だから。やっぱムツキ山水が結構きつい。9使うから、まあ、強いだけはある。なんか覚えた、まあ、パンチ用の技でしょ。消えてった。あれ、なんだ、なんだお前。弾がね、リーサルの弾がね、消えた。なんだあいつ、なんで去ってったんだ一回。
どうしよう。パンチ。ダクリュー。破壊光線銃があと1回か。マグニファイを挟んで、ちょっとこいつは節約したいな。じゃあミニオンストライク使ってくるのかな。で、ただまあまあまあ厄介かなって思ったけど、そこまでだね、ダメージ的には。だったらさ、まあ、ゲンマの切り返しでよくね。マグニファ一回挟もう。消えよ。ガチで美月さんすよ、覚えねえ。これ何、なんか大した攻撃ではなかった。うわ、何も使えなくなってしまった。要所ロケット弾2発です。通覚倍増。え、何このさ、一回どっか行くシステム、超謎なんだけど。呼んできてんのかな、私そろそろやばいから次よろしくみたいな。四天王フェロモン、これはもう技ポイントとの勝負だな。レーザーが7か、ランページでちょっと8540、6回くらいはいけるか、回復も合わせて3000か、まあまあだな。でも単品3000いけばそれなり。いや結構なんかさ、めんどくせえこいつ。ヒットポイント的にはルファスと兄がまずいか、1回ファイナルクルセイド挟もう。回復せよ、これめちゃくちゃ役立つ。1900とか回復力が異常なんだけど。あ、そういえばさ、そうだよね、メタルブラックは倒したもんね。四天王再び、ここで回復を挟めるのか。では最後、あやつのボディでは2度の改造には耐えられなかったが、これは違うぞ。我が最高メタルブラック、お前との戦いの分析の結果、お前の能力をコピーするのが最強であるという結論に達した。2度の戦いの記憶がメタルブラックの最強のバージョン3として蘇らせた。アルカイザー決着をつけよう。傷ついたお前を倒しても最強の勝負。おい、結界石使ったばっかだよ今。相手の弱みにつけ込めない、メタルブラックの最大の弱点だが、その心を失ったら最強にはなれ。なんか持ってんな。で結局もうずっとこいつは濁流で行くしかないんだよ。破壊光線リースタルは長男で、美月さんする。普通にさ、こいつ新アルベニックス覚えたいから、ダークニックス普通に使ってくんのかな。サンダーボール、そんなのどうでもいい。3800ブレード、まあ、ファイナルクルセイドがあるからね、全体を回復できるのはやっぱめちゃくちゃ。てか、なんでこいつこんな近くにいんの。元の定位置に戻れや。おめ、近すぎんだよ。で、5連携やっぱすごいね、グランドスパイク。ちょっともし新アルフェニックス覚えられなかったら一回リセットしよう。タイガーランページ。うおー、マジか。猛虎プログラム、こいつから奪ったもんな。いや、このまま押し切ろう。ギャー、これメカやられたっぽい。まだ生きてるか。あれ？あ、なんだ、剣持ってねえとか。ファイナルクルセイドもう一回使おう、どうせ LP あるし。攻撃どうかな。
ちょっと技覚えたい、やっぱり。三月三水も結構使うから。ファイナルクルセイド。回復せよ。1900。ダークフェニックス来た。これさ、俺食らってないんだけど。俺食らってないんだけど、新アルフェリックス撃てんの。これさ、あ、覚えた。新アルフェリックス。これすげえ。もうお前に用はない。そのまま死んでいい。新アルフェニックス、メタルアルカイザーよ。貴様の出番も終わりだ。本当だったらあと使おう。マグニファイ。ムツキ山水を覚えたかったけどしょうがない。それは諦めてやる。あ、覚えた。マジでもう用なしだ。お前は消えよ。かっこいい。別にさ、このデータ引き継がないからね。引き継ぎ用のデータムツキ山水覚えてねえから。結構攻撃激しいっていうか普通に強えわ。ムツキ山水どこ行った？あった。こっちのマグニファイが終わったらタイガーランページで行くか。終わりだ。消えよ。お前はかなり役立ったよ。最後の戦いに備えて。おお、これ回復してくれる？メタルアルカイザー。お前は強かった、確かに。しかし間違った強さだった。お前の力の秘密は何だ？私は、あれ、アイアムザリアルマスターオブブラッククロス。アイコントロールエブリス。なんかわかんない。You shall die。死すべきだみたいなこと言ってきたよ。さて、全開はしてるね。 LP も含めて全部全開してる。というわけで全力で行こう。また全ての準備は整った。ムツキ山水も最後無事覚えたし、ダメージ食らった時なんか目ん玉通して「いてぇ！」って顔してんだけど。新アル山水最強のスタンス1万2000マジで強えわ。まあ、引き継ぎをしてない分もうしっかり鍛えたからね。4連携22000。うわっ、どうする？回復を早めに行っておくか。いや、まだいけんな。まだいける。4連携。いや、やっぱ技かっこいいよ。ん？目ん玉がなんかもういかれてんな。そろそろ終わりか？これだけの猛攻、いくら貴様とて耐えきれはしない。ブラッククロス終わりだ。ジャッジメント。おお、これはファイナルクルセイド出番だな。死人が出なかっただけました。ゲンさんがちょっとやばいけど、これどうしよう。もうちょっと引き伸ばすか。一回破壊光線に切り替えて技ポイントちょっとずつ回復させていこう。ファイナルクルセイド、これで全て帳消し。4700。火力マジだけえな。超凝視って何？全員凝視？うわー、ちょっとゲンさんの魅了はまずい。魅了は本当にまずい。ヒットポイントは大丈夫だから押し切るしかない。なんか治療でさ、毒
だけか。いやどうする、マグニファイ使う、ここで一回使おう。攻撃できるのは3人だからね、押し切るしかねえ。これいや、なんだ、あっ、ゲンさんが何か使ったのか。ジャッジメント、これきついな。まあゲンさん最悪死んでもいいと思ったけど、いやまだ死ぬべきではない。で治療はちょっとさすがにアルカイズがまずくなってきた。ファイナルクルセイドさえ打ってくれればみんな大丈夫だな。倒した、よーし。いやーでも新アルフェニックスも覚えられていい回だった、レッド編。引き継がないでね、初めから鍛えていくっていうのもなかなかに面白いもんですね。もうちょっと次から引き継いでいくけど、母さん、俺が随分世話になったホークだ。父さんの友達だったんだ、知ってるだろ。ホークさん、はじめまして。主人とは古いお知り合いですか。ええ、まあ、わざわざおいでいただいてありがとうございます。息子がお世話になりましたそうで。いや、もっと給料上げろや。私は何も、彼は立派ですよ。だったら給料上げてくれ。お前を褒めてくれる人がいるなんて知らない間に大人になったんだね。やめてくれよ母さん、恥ずかしいだろ、給料もまだまだ低いんだから。フォーク、俺はレッド、向こう向いて目をつぶれ。なんだよ。アルカイザーよ、君からヒーローの力を剥奪する。なぜアルカール3とあるよ、ヒーロー委員会の決定。さらばだレッド。フォークさんは帰ったよ。何かあったのお兄ちゃん。別に、美味しいもの食べに来る。いや、退職金くれじゃん、せめて。あんなに頑張ったのにさ、退職金の一つもくれないとは。ヒーロー委員会、訴えてやる。ここに悪は滅びた。しかし、新たなる敵が僕らの町を襲う。正義は、ダズジャスティス、エヴァイグジットみたいな。ちょっと英語マジでわかんねえ。多分クーロンだよね、なんかボロいもん建物が。R3X 正義の使者、はい。というわけで、レッド編いかがでしたでしょうか。次はですね、まあ、引き継ぎます。基本全部引き継ぎます。まあ、全部っていうか敵ランク以外。で、引き継ぐのはもちろんアセルスのやつ。で、アセルスを引き継いで、次はクーンですね。ちょっとクーン編がね、一番わかんない。一番わかんなくて、モンスターシステムなんですけれども、ちょっとやっていきたいと、思います。で、まあ、レッド編はね、もうレッドは、主人公レッドでしか使えないんですけど、まあ、ちょっとヒューズは、抜かして、レッド出てくることはないと思うんですけど、あのさっきね、ムツキ淡水とかゲンさん覚えたんだけど、そこら辺は引き継げないんで、ちょっとまたクーン編でね、他のメンバーを鍛えていければと思います。というわけで、今回レッド編終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。